どうも。初心者がコースを走るとどうなるか、ちょっと行ってみたいと思いますね。今回はフルコース走ってみたいと思います。多分息が上がると思いますよ。じゃあ行ってみましょうね。最初はね、いいんですけども、だんだん多分息が上がってくると思いますので、おお、ここ怖えな、ここ怖いよ、ゆっくり行くよ。怖い怖い、怖かった。溝にはまる。おお。おお。おお。と、こうなるわけです。はい。まあ、一応ね、プロテクターしてるんで、まあ大丈夫なんですけど、まあこういうことになっちゃうというわけですね。起こせっかな。こうぬかるんでるしな。よいしょ。うわ、ぬるぬるですけど。よこしょ。お、起きた起きた。よしよし。まあ、こんなもんですよ。進まない、進まない。進んでちょうだい。はぬかるんでるんですよね。ガタ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 。お。やばい。怖い怖い。怖いですね。そろそろ息が上がってきますよ。終わった終わった。こんな感じでした。はい。なので、まあね、初心者が来るとこじゃないですよね。でも練習になるんでね、もう何週かしてやりたいと思いますけど、結構ね、日頃運動不足なのでヘトヘトですわ。一周だけでね。はい、空綺麗ですね。山々も本当にいい感じですよ。気温は6、7度ぐらいか。まあ、そんなに暖かくはないんですけど、もう汗かきました。はい、ちょっと麓降りて飲み物買ってきます。水がね、ないんですよ。もう飲んじゃって一本じゃやっぱり足りなかったな。じゃあ一回ふもと降りてもう一度上がっていきたいと思います。ドロンコちゃんじゃないか。そらそうか、こけたもんな。で
りあえずね、今日2本目のお水、水でよかったよ。うん、あの余計なものをね、アクエリとかああいうスポーツドリンクでもまあまあいいとは思うんですけど、水の方がね、元の潤いが無駄なものはなくてね、いい感じですね。ゆっくり降りようっと。いや、どっかこの辺走ってるんですよ。うん、なのでコース的にはね、結構広い感じなんですよ。なんか砂利の安心感なんだそりゃ。赤土より全然グリップしますね。こうやってね、のんびり走ってると寒いくらいなんですけど、お疲れ様です。風気持ちいい。一応ね、こうやってフル装備で乗ってますので、まあ本当にジャンプで大転倒しない限りは大丈夫かなというふうに思います。飲み物飲み物、喉が渇いたよ、飲み物。すごいもん見つけましたよ、これ。インスタントラーメン。UFO ペヤング。これ、イカ焼きそば。ラーメン売ってますね。3つで400円なら、まあ、コンビニより安いですよね。お湯がない。